大野氏は、他を、氏の名とする氏族。日本最古の公別氏族とされる。ふとし、大、糸見、おぶ、おほとも記され、九州と紀内に系府を伝える。公別氏族屈指の古族であり、神武天皇の子のかむやい耳の命の光栄とされる。古事記によると、古族大野氏の子孫は、ターソン、イフシン、小さ小べ連、境部の連など中央豪族で繁栄した、系統、 かく大分くん、阿蘇君、ん、畜さんや蓮、ん、笹部新、笹部造り、小長屋造り、いやまり国の宮津子など九州を中心に反映した、系統、加や国造、同奥岩木国の宮津子、浄道中国の宮津子、長笹国造、伊勢船木正尾張丹波新、島田新など東国に反映した系統があり、国造やあがた主になっている例も多い。大野氏のうち、 木内の本流一族は、山和国重主軍を王号に住み、支流の忠氏は、同国山部軍げ里に勢力を持った。古事記の変者である、王の安マもこの一族である。地方に繁栄した王野氏の光栄で有名なものに、西国の系統では、阿蘇国像の光栄、阿蘇神社、神主への阿蘇氏がある。阿蘇氏の祖は一般に、かむやい耳の命の子とされる、威はお流命で、 日本初期では、慶光天皇の神聖に、阿蘇国二彦として登場する。さらに子孫は、阿蘇氏となったが、その本流は後に断絶し、暴流の宇治武功が継承したため、現在の阿蘇氏は、宇治武功の系統である。剣岩尾流命とは兄弟ともされる、かむやい耳の命の六世孫、伊達植民命が、被告像、その第二子伊達、渡る悪霊命,命が、大分国像、 県植民命の弟だけ河辺命の孫、県五条命が、いやまり国の宮津子を賜ったとされ、さらに系図によれば、龍蔵寺氏がこの光栄であるという。東国の系統では、かむやい耳の命の四世孫である分五百立命が、かや国像に認じられ、七世の孫の金由美君は、金明天皇に仕え金差しとねりの生を賜り、八世孫の目古くんは、 美達天皇に仕えおさだのどねりの生を賜った。この一族は、諏訪在地の竹南方人の後裔である、島奥君と通婚を深めており、これによって子孫はそれぞれ、諏訪大臣王法り諏訪氷の神、稲軍主張などを世襲し諏訪し、金指氏と諏訪神等の祖先となったという。茅や国像とは別に、部五百立命の兄で、大野主本州の竹恵がまい命からも、 東北方面において、活発に、公営士族を排出されている。竹めが前命の子、県黒坂命は、岩木国造に、その兄弟であるだけ狩馬命は、中国造にそれぞれ認じられており、県狩馬命からはさらに、長瀬国造、陰波国造、伊勢船木忠氏、庭あ主、島田信などが排出された。九州方面に大族が多く存在した理由については、 神武天皇が本拠地を近畿地方に移した後、元の本拠であった九州をカムヤイ耳の命に与え、その子孫が各地で繁栄したためとする説がある。一方、阿蘇氏等に関しては出自に対する疑問が大きく、本来は、被国像や大分国像、伊予国像らと共に、九州在地の宇佐国像と同族であって、危機変纂時までに、大野市と同族化したものと見る説もある。 画学の岡倉の子祖で、かむやい耳の命の光栄とされる旧世紀の多自然、マロの正確な系譜は不明だが、その子孫は、地下の学人として、代々宮廷に仕え現代に至っている。この家系からは、画学家だけでなく、鉄道昇歌の作曲者、多倍一、宵い町草の作曲者、大野忠明、その弟でトニーダニの、サイザンス、マンボなどの作曲者、 大野正志修も出ている。ありがとうございます。